お話丸かじり。今回は日本のお話、新見南吉の作品です。タイトルをお願いします。第33夜のお話はゴンギツネ。演者は大野エリカと浅井優。ストーリーテラーは私、山本真由美と光がお送りします。どういう作品になっているのでしょうか。それではまた後でお会いしましょう。ゴンギツネ。これは愛知のある村に住んでいた茂平じいさんから伝わったお話です。昔ある山に小狐が住んでいました。名前はゴン。生まれたばかりの頃、母親と死に別れたようで、たった一匹で生きてきたためか、ゴンは大変人懐っこく、寂しさを紛らすように村に降りてきてはいたずらばかりして、人々を困らせていました。また畑の芋が荒らされている。あの狐の仕業だな。あんたのところもやられたかい。私はこの前庭に干してあった唐辛子をやられたよ。みんなあいつのいたずらだろ。なんとかならんかね。今度いたずらしてるところを見つけたらとっ捕まえて狐汁にして食ってやるな。村には兵十という若者がお母さんと暮らしておりました。兵十もゴンのいたずらにはほとほと困り果てていましたが、ゴンを気の毒に思ったり、どことなく自分に似ているこの小狐を憎めずにいました。オラは夫がいねえ。でもあいつには親も兄弟もいねえんだろうな。いたずらくらい多めに見てやるか。そうだね、まだ子供だし、かわいいじゃないか。その年の秋のこと、雨が何日も降り続き、小川の水が増して、普段は水に浸かることがないススキやハギが叱られてしょんぼりうなだれている子供のように水の中に沈んでいました。ゴンがふと川の中を見ると、誰かがボロボロの黒い着物をまくし上げて、腰のあたりまで水に浸かりながら、張り切りという網を揺すぶっていました。あれは兵十か。魚を取ってるんだな。いたずらしちゃおっと。兵十は張り切り網を川からあげました。すると網の中には水草に混ざってフナやウグイがたくさん入っていて、元気よく飛び跳ねていました。へー、意外とうまいじゃないか。でも兵十のやつ、魚なんか取って何するんだろう。町にでも売りに行くのかな。ゴンはどんないたずらをしてやろうかと考えながら川の中の兵十を見ていました。しばらくすると兵十は川から上がりました。魚の他に栗も拾うか。兵十はそう言ってビクを川から上げ、そばの岸に置くと、そのまま山の方へ行ってしまいました。ゴンは兵十のいない間にビクのそばに近寄り、中を覗きました。うわぁ、いっぱい入ってる。よーし。ゴンはビクの中の魚をつかみ、次々と川に投げ入れました。魚は川に入ると、勢いよく飛び跳ねて泳いでいきました。ああ、最後はこいつか。ゴンはうなぎをつかもうとしましたが、ぬるぬる滑り、なかなかつかめません。しまいにはゴンの首に巻きつき出しました。そこへ兵十が帰ってきました。こら、
何するだ、この盗っ人め。驚いたゴンは、うなぎをくわえ、大急ぎで逃げました。取った魚が、みんな逃げちまった。あの、いたずらキツネめ。それから、10日が経ちました。ゴンは朝早く、昨日の夕飯の余りをあさりに、村におりました。あたりは寂しく、村の人たちは、ヤスケの大きな家に集まっていました。ゴンは不思議に思い、中に入って、様子を伺うことにしました。なんだろう、祭りかな。でも、太鼓や笛の音が聞こえない。みんな悲しい顔してる。なんかおかしいぞ。家の奥では女たちがおはぐろをしながら話していました。長生きした方だよ。胸の病を患って苦しそうだった。最後に兵十、うなぎを食わせてやりたかったんだが取れなかったらしいね。とても残念じゃ。やがて、カーン、カーンと、鐘が鳴り響きました。そして、白い着物を着た、たくさんの村人たちが列を作り、兵十を先頭に、墓地へと向かいました。死んだのは、兵十のおっかさんだ。おっかさんは、病だったんだ。それで兵十は、網で魚を取ってたのか。オイラがあんないたずらさえしなかったら、おっかさんはうなぎを食べて、今頃元気になってたのかもしれない。なんてことしちゃったんだろう。ゴンは悲しい顔で自分のしたことを後悔しました。次の日、兵十は一人でわずかの麦を研いでいました。あいつもオイラと同じ。一人ぼっちになってしまったんだな。こうなったのは、オイラのせいだ。せめて、うなぎの代わりに何か取ってきてやろう。そう思ったゴンは、イワシ屋の目を盗んで、カゴの中から5匹のイワシをつかみ出し、兵十の家の裏口から中にそのイワシを投げ込むと、バレないように、急いで走り去りました。オイラには、こんなことしかできねえけど、少しは喜んでくれるといいな。そう言いながら、兵十の家を振り返ると、怒ったイワシ屋が兵十の家に怒鳴り込んできました。こら、兵十、おめえか。オラの大事なイワシを盗んだのは。いでででででで、違う。オラは何も知らねえだ。じゃあ、このイワシは何だ。これが証拠じゃ、この盗っ人が。イワシ屋は、兵十をボカボカ殴り、帰っていきました。兵十は顔を腫らしながら、言いました。まったく、どこの誰だ。イワシ屋のイワシを盗んで、オラの家に放り込んだのは。しまった。オイラのせいで、また兵十を困らせちゃった。これからは山でいろんなものを取ってこよう。次の日、ゴンは山で栗や松茸を見つけてはそれを拾い集め、兵十のところへそれを持って行き、こっそりと縁側や戸の前に置きました。そんな秋も深まった月夜に、ゴンが村に遊びに出かけると、兵十とヤスケが話をしながら、歩いていました。この頃、オラの家で不思議なことがあるんだ。不思議なこと？なんじゃそれは。誰かは知らんが、栗や松茸を置いてってくれるんじゃ。松茸を？そりゃあ羨ましいの。オラはこう思うんだ。こりゃきっと神様のおかげじゃ。考えると、人間が松茸なんかを探せない。オラたちは、運よくたまにあれを見つけるが、どこに生えているかはわからない。
松茸を探してたくさん取るなんて人間じゃ無理な話だよ。神様なんていなさるのか。化け物か鬼かもしれねえぞ。毒が入っていたらいかんからわしによこせ。そんなわけがなかろう。きっと神様のおかげなんじゃ。オラはそう信じたい。ゴンはその話を聞くと少し寂しい気持ちになりました。本当はオイラが持ってってるのに。でも喜んでくれたんならそれでいいや。そしてそのあくる日もゴンは栗や松茸、果物などを持って兵十の家へ行きました。兵十は縄をなっていましたが、不意に外を見たときに小狐が家の中に入るのが見えました。あの小狐だ。またいたずらか。あいつのせいでおっかは死んだんだ。兵十は立ち上がり、納屋にしまっておいた火縄銃を持ってきて火薬を詰めました。そして後ろからゴンを撃ちました。ゴンはパタリと倒れました。また何かを盗みに来ただか。兵十が家の中をよく見ると、栗や松茸が山のように積み重なって置いてありました。まさかお前が、お前がいつもあれを持ってきてくれていたのか。ゴンは薄れゆく意識の中、兵十の言葉にうなずくようにぐったりと頭を下げ、そのまま深く眠り込んだように動かなくなりました。ごめんよ、お前を撃ってしまって。ごめんよ。兵十は銃を落とし、ゴンを抱きしめ泣きました。銃に青い煙が細く立ち込める中、ゴンは兵十の胸の中でゆっくり目を閉じました。おしまい。というわけで第33夜ゴンギツネをお届けしました。はい、いかがでしたか、まゆみさん。いや、切ないですね、これ。切ない。うん、もうボタンの掛け違いのなんという切なさ。いやー、でもこれはある意味因果応報ですから。うん、そう言っちゃうともっと悲しいんですけど。いたずらしたらね、はい、これはもう罪には罰ですわ。シビアですね。いやー、でもちゃんと悔い改めてもう償おうとしていたのに全然報われずという感じはしますけど、これなんかオチがいろんなパターンあるらしいですね。あれ、そうなんですか。これ、これ僕も知らなかったんですけれど、はい、作者の人がはっきりとオチを書いてなくて、そうなん、あとは皆さんのご想像にお任せします。あ、そういうことだったんですか。僕はなんか最後ゴンは死ぬエンドだった印象あるんですけど、同じく私 もう死んだとはこれ明言しないわけです。打ち込まれた銃弾をあの体の外に排出して効かなかったっていう可能性もありますし、マトリックスみたいに銃弾を避けるパターンもどこかにはあるかもしれない。舞台日本ですよね。そして新見南吉さん、これ狐さんのお話またもう一作品あったりするんですよね、確か。他にも、まあ、有名なのは手袋を買いにですから、はい、あの人狐好きなんですよ。そうらしいですね。はい、やたら狐出すんですけど、やたら。いやー、でも狐ってよく馬鹿し合いとかそういう面白い話が多かったりするんですけど、はいはいはい、これはなんかそれとは違ってまた良かったですね。はい、基本的に可愛い小狐が話の主軸になってるんで、そう、可愛いいたずらぐらいで済んでるんでしょうね、これ。そうですね。カチカチ山のタヌキとか結構えぐいんで。えぐいですね。はい、あれは。キツネといえばね、体に虫がついてたりするから触っちゃダメっていう。え？そうなんですか？触っちゃダメです。
北海道行って遭難した時も狐触っちゃダメですから。ああお腹すいた、目の前に狐がいるって思っても食べちゃダメですからね。毛皮にしてもダメですか？あーダメでしょうね。ダメなのか、はい、泣き面に蜂ですよ。うわー肝に銘じておきます。ということで第33夜日本のお話、新見南吉の作品ゴンギツネをお送りいたしました。次は世界のお話をお送りします。それではその次回の夜まで健やかな時を、良い夢を。お相手は光と山本真由美でした。それでは皆さんおやすみなさい。次回第34夜のお話丸かじりはデンマークのお話、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの作品裸の王様をお届けします。誰も着たことのない服を着てみたい。この魔法の服、頭の悪い愚か者には決して見ることができません。なんと素晴らしい。大臣、お前はわしが持っているこの服が見えるのか？はい、見えます。大変きらびやかな衣装でございますよ。いかがでしょうかな。この魔法の服を着て国中を歩いてご覧になるというのは。なんであの人裸なの？裸の王様だ。変なの。一番情けない愚か者はこのわしじゃ。まんまと騙されたわい。次回もお楽しみに。今回のお話皆さんいかがでしたか？あ、そうそう、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお気軽に。それでは